宮城町の皆さん、こんにちは。バイオニスのミレマン総平です。来月11月18日と19日、宮城町の方で演奏させていただくことになっておりまして、宮城町の素晴らしさは、宮原くんからたくさん、お話聞いていて、とっても楽しみにしていますし、宮原さんや中山さんとはもう長年、いろんなところで一緒に演奏してきた仲間ですので、皆様の前で演奏できるのを楽しみにしています。それではよろしくお願いします。皆さんこんにちは。作曲家ピアニストの中山裕之と申します。この度ですね、11月18日19日再び宮城町で演奏することが決定いたしました。宮城町出身の歌手宮原健一郎さんと、そして満を持してバイオリニストのビルマン総平さん、3人でですね演奏を盛り上げていきたいと思いますので、ぜひ会場に足を運びいただきまして、会えることを楽しみにしています。それでは皆さん、現地でお会いしましょう。ありがとうございます。動画をご覧の皆さん、こんにちは。宮城町プロモーション大使、歌手の宮原健一郎です。いかがお過ごしでしょうか。実はこの度11月に市村清志記念メディカルコミュニティセンターにて再びライブをさせていただくことが決まりました。素敵なミュージシャンの皆さんとご一緒に楽しいステージをお届けします。ぜひいらっしゃってください。皆様にお目にかかれること心から楽しみにしております。